おはようございます。もしもです。今回はですね、アイアンマン使って裏白の限界いこうかなと思います。さっきね、まあ星7確定でアイアンマン2体目が引けたんで、まあどうせならね使おうと思って、今回はまあ魔老じゃなくてね、魔門の方でいこうかなと思います。というわけでね、パーティー紹介ですね。1体目のアイアンマンに、武田信玄で、2体目のアイアンマンに上杉謙信で、アマテラスはね、今回回復要因がちょっとね、回復が低いということで回復要因で入れてみました。で、胡蝶忍の武器ですね。で、禰豆子に秋音で、ポロネに伊之助で、フレンドワークのね、アイアンマンは煉獄の武器を継承させてもらってます。はい、というわけで挑戦する。まず1階層ですね。まあ1階層はとりあえずアマテラスの上に溜まってるスキル、忍のスキルですね。まあ打っちゃいましょうか。まあアイアンマンはね、結構変身前のリーダースキルも強いんでね、無理に絶対変身しないとダメみたいな、そういうことはないですね。はい、というわけでね、こんな感じでも突破しちゃいましょう。はい、OK ですね。アイアンマンは基本的に毎ターン無効貫通をね、組んでいきたい、そういうパーティーですね。はい、というわけでルシファー突破です。3回はまあどっちが来ても多分大丈夫だと思います。どっちが来てもね、あーそっか、ハルクたまるのか、ハルクじゃねえや、アイアンマンたまるのか。アイアンマンは回復以外のドロップから火を6個、光を3個生成。なるほどね。うんー、ってことは追い打ち、追い打ち、あ、追い打ちはできるのか、強いね。結構綺麗な盤面ができたので、じゃあアイアンマン使わずに、とりあえずここはね、まあ、こんな感じで突破しちゃおうかなと思います。ちゃんとね、あの固定ダメージと追い打ち両方持ってるのは強いですね。弱いっす。はい、というわけでね、帰ってきました。いや、アイアンマンなんかあれだね、無効貫通しないと全然火力が出ないということが分かったんで、しっかりとね、無効貫通していこうかなと思います。回復大丈夫かな、まあ、大丈夫か。一応ね、回復要因としてアマテラス持ってきたから大丈夫かなと思うんですけど、そんなにね、多分回復力も高くないパーティーなんで、まあ、回復には注意していきたいところですね。やっぱりちゃんと回復のね、4つ消しを合わせれないようにしていれば、まあ、多分大丈夫なんで、そこをね、意識して組んでいこうかなと思います。で、暗闇ですね。暗闇弾きますね。 OK です。ルーレットの位置もそんなに悪くないですね。で、ちょっとね、気づいてしまったことがあるんですけど、このパーティーですね、なんと泥強が 40% でございます。ひどいですね。泥強 40%、 せっかくアイアンマン火力出るキャラなんですけどね、ひどろ強が 40% っていうことによって、そんなに火力が、回復力やばくないか、大丈夫か。アイアンマン使っていきます。で、無効貫通をね、組んでいこうかなと思います。よいしょ。はい、で、まあ回復もね、しっかりと回復組んでいないと、よいしょ。ちょっと回復力低いので心配ですね。ナポレオンが来るとやばいかもしれないです。ナポレオンって結構先制ダメージありましたよね。おっと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 、おっと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 、結構痛めの先制ダメージがあったような気がするんですが、あ、大丈夫ですね。そうかそうか、多分あれ、お邪魔が、あれ、お邪魔が降ってる状態でいくと多分あれなんですね、先制ダメージしてくるって、多分そういうパターンですね。なるほど、たまにあるやつですね。回復がとにかくやばいので、頑張って回復していきたいですね。とりあえずあと火と光さえ組んでればね、倍率は出るので、ひどいな回復力。アマテラス大丈夫か。アマテラス一応ね、回復強化を振ってはいるんですけど、まあレベル110だからかな、120にした方が良かったかな。120のコストってね、ちょっとバカにできないんで、なんかあんまり払えないですよね。120はちょっと勇気がないというか、なんというか。なんでアマテラス撃った、なんでアマテラスアイアンマン絶対撃ったつもりだったんですけどね、ちょっとミスりましたね。まあいいでしょう。ここはとりあえず光を組めば 95% 根性ぐらいまではいくかなと思います。はい、まあ、ただアマテラス一応回復要因として、まあ撃ったと考えれば、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。これなんか1個の武器ちょっと外して、あれですね、泥強の武器につけてきた方が良かったですね。まあ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 いいでしょう。ここは光属性でいけますかね。さすがに厳しいかな。ここはちょっと光の副属性で、いや、さすがに厳しいですね。いや、さすがに厳しいと思います。あ、まあ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 。ここはじゃあおとなしくポロネ使っていこうかなと思います。
アイアンマンがこの毎回打てるので結構ね無効貫通がかなりしやすいっていうところは強みなんじゃないかなと思います。ただ回復力がですね絶望的なので、そこをちょっとね補えるキャラを頑張ってね編成しないといけないっていうのがちょっとね弱みでもありますね。ただ裏魔老とかになってくるとね回復力問題とかが結構あるので、まあ正月ホルスとかねドット正月ホルスとか持ってる人はね結構入れてあげるのいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ自分はねドット正月ホルス持ってなかったので最初魔老に行こうかなと思ってたんですけど、いやこれちょっと厳しそうだなと思って今ね修羅に逃げてきました。まあ修羅はねあの最近、まあ、どんなモンスターを使ってもねある程度知識があればあのクリアできるねダンジョンになってしまったので、まあお試しでとりあえず裏修羅みたいなのがね最近のパズドラ実況者あるあるなんじゃないかと思います。ちょっとね裏魔老とかだと結構強めのリーダーじゃないとねちゃんと勝てないので、やっぱ脳死で勝てるという意味ではこのね裏修羅の限界がかなり重宝されてるイメージですね。はい、こんな感じでどうでしょうか。ただ無効貫通さえ組んでしまえばね、うん、かなりこちらも火力が出るので OK です。フレンド枠のアイアンマン貫通してましたね。まあ、ただ願わくば努力王がもうちょっと欲しかったような気もするんですが、まあ一応ね耐性は 100% にしようと思って組んでみたものの、そしたらね努力王が 100% にならなかったって感じですね。だからここの階層とかもまあ絶対毒とかねお邪魔とか受けることはないんですが、まあ個人的にはですけどやっぱ泥鏡を 100% にした方が良かったんじゃないかなと思いますね。まあお邪魔とか別に 100% である必要はないので、まあ、ただ 100% の方が綺麗かなと思って 100% にしただけなんで、よいしょ。あとこれ回復力バッジでもいいかもしれないですね。まあこいつは一応スキルで指伸ばしがあるので、ルシファーの階層がですねまあ大丈夫そうな人だったら回復力バッジでもいいんじゃないかなと思います。というか回復力バッジの方がいいですね。まあ、自分はちょっとねルシファー階層、まあ、これで回復バッジでいってね 7.5 秒で最後のところミスったらあれかなと思って一応指バッジにしてるんですけど、まあ、回復力バッジの方がいいですね。でまあこことかもですね、まあ、どっちが来ても大丈夫なんですけど、まあ、今回はね無効貫通1回おばさんということで、まあ、こっちの方が楽ですね。ちょっとですねずっとそうなんですけど花粉がちょっとですね相当やばくて、あとなんか自分が気管支炎的なものにですねなりまして喉がくっそ痛いんですけど、まあ、頑張ってね取っていこうかなと思います。なんでまあいつもとね、まあ、声というかなんというか、まあ、雰囲気っておかしいか、なんかいつもよりねちょっと若干声がちょっと出しづらいんですけど、まあ、そこはねちょっと頑張ってね、まあ、聞いてもろてって感じで、あと一旦かそこはね頑張ってちょっとやってるんで申し訳ないですね。まあ、そこはちょっとね申し訳ないですね。あの声がちょっとねかなり出しにくいので、まあ、やっぱりてかまあ声が出しにくいというかくっそ喉がね痛いというかなんというか、まあ、とりあえずですねナエポヨピーナッツなんでちょっとまあ聞こえづらかったんで申し訳ないです。花粉でね鼻水も相当やばいのでちょっとね頑張って鼻水は噛んできたんですけど、それでもね結構噛み足りないというかね、まあ、噛み足りない遊び足りない困っちまう、これ花粉のせい。はい、というわけでね、ミストルテインかミストルティンかね、未だによくわからないキャラが出てきましたね。こいつはですね、まあ、とりあえず頑張って無効貫通をして、目標3パンですね。目標3パンぐらいでいけるんじゃないかなと思ってます。さあ、どうでしょうか。3パンぐらいをね、目指したいですね。こいつね、かつて出てきたときは、まあ、くっそ難しかったんで、あ、惜しいね、惜しい。全然3パンじゃなくて2パンでいけましたね。だったらね、もうだったらそこもうちょっと頑張ってね、もうちょっと削ってくれよっていう、まあ、泥鏡の問題ですね。完全に俺が 100% にしなかった俺が悪いですね。15階層、ナイトメアですね。ナイトメアは、まあ、一旦待ってもいいですね。一旦待っていこうかなと思います。まあ、アイアンマン撃っちゃっていいか。で、これでまあ、なるべくね、火を残しつつ、はい、はい。はい。はい、こんな感じでね、結構火残せたと思います。で、アイアンマン使って、OK ですね。これで回復の 4つ消しも忘れずにやっていこうかなと思います。5個消しと4個消しだったらさすがにアマテラスいるから、4個消しの方がいいですよね。多分4個消しの方がいいと思います。繋がっちゃうな。まあいいか。まあ、こんな感じで一応ね、9コンボ組みました。どうでしょうか火力のほどは。あ、結構出ますね。結構出ます。やっぱね、無効貫通なんで全体攻撃の安心。おぉ、ちょっと待って。これはやばい。
これはちょっとですね、これはちょっと割合ダメージはかなり痛いのでやめてほしかったですね。まあ、ただここね確定で出るんでやめてほしいもクソもないんですけど、ね、ここは勘弁してほしかったですね。回復力がやばい、回復力がやばい。やっぱアイアンマンのわわわわわわわ強いな。アイアンマンのやっぱね弱点としての回復力はやっぱ絶対バッチとかで補った方が良いですね。はい、こんな感じで突破できると思います。 OK です、 OK です。ただですね、回復力がもう相当やばいので、わわわ、まあまあ、いやどうだろうな、こっちとこれどっちが良かったんだろうな。まあ、ルーレットはね、ルーレットでまあうざいしキモいので嫌いなんですけど、まあ、こいつもですね、あの落ち込んだしで回復がですねルーレットから取り出せないっていうのがちょっと嫌なところですね。なんでまあここはどちらが来ても外れだということですね。アイアンマンちょっとね、結構アイアンマンぶっ壊れみたいな感じでいこうかなと思ったんですけど、やっぱ回復力問題がですね、俺のパーティーが多分悪いせいなんですけど、回復力問題がつきまとってですね、そんなに今のところ強さは感じられないというか。あー、 OK です。無効貫通の方は大丈夫ですね。まあどちらが来てもとりあえず大丈夫だとは思うんですけど、どうしよう。でも回復力やばかったら、まあ、ネズコを使うっていうのもねありだと思います。まあ、ネズコ4ターンに1回打てて2ターン回復なので、結構ねかなり相性はいいんじゃないかなと思いますね。ここでとりあえず無効貫通を決めていこうと思います。無効貫通さえにしてれば、まあ、どんな敵もねあのいなくなるので、無効貫通だけちゃんと忘れないように組んでくれれば大丈夫だと思いますね。ただ落ち込んだしなので、コンボがね期待できないで、回復が期待できないと、ちょっとそれはピエンガオかドスコイノスケかなと思います。奇跡の階層は、そうか、奇跡の階層裏白だからそんなにね打点は高くないですね。まあ、裏マロになるとですね、まあ、一気にですね60万ダメージが飛んでくるわけなんですけども、あんなダンジョンね作ったやつはですねちょっとふざけてるので、まあ、そんなダンジョンはもうなかったことにしてですね、裏白っていうよりも最高のダンジョン行った方がいいですね。やっぱりあのダンジョンはですね、雑魚階層も含めてストレスしかたまらないので、やっぱ裏白でこういうね、こういう勝てるね、こういうサクッと勝てるダンジョンをねやっぱり周回する方が一番ね経験値効率も美味しいですし、いいんじゃないかなと、まあ、ストレスフリーだしね、いいんじゃないかなと思いますね。やっぱりですね、まあ、次はヨウユウとか、まあ、ヨウユウでもいいか別に、まあ、次は 何か来ても大丈夫ですね。あー、 OK です。ちゃんとヨウユウが来ましたね。ヨウユウはですねどうしようかな。ヨウユウ一応まあ無効貫通頑張って組んでどれくらい減らせるかっていう問題になってきますね。まあ、なんでねこれでどれだけ削れるかっていうのが問題になってきますよね。まあ3分の1ぐらいは削ってほしいところではありますが、あー微妙、まあ、5分の4分の1から5分の1ぐらいですかね。まあ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 、そんなに全力で削りに行かなくてもね、どうせアマテラスの上の忍を、まあ、打てばいい話なんですけども、無効貫通運がありましたね。そうか、これ火の2コンボする必要ないんですもんね。なんか最近マーベルとかよく使ってるんですけど、マーベルって光の2コンボしなきゃいけないじゃないですか。なんでね、まあ 火とかもね、火のパーティーとかもなんか2コンボしようとしちゃうんですよね、無効貫通の時に。あで、あ一色でいいんだみたいな。ここはですね、まあアマテラス使わなくても大丈夫だと思うんで、アイアンマン使って頑張ってね火を組んでいこうかなと思います。さすがにね、火無効貫通プラス3コンボじゃなくて、無効貫通プラス3コンボじゃなくて、無効貫通プラスね3個あったので、まあかなり突破はねできるんじゃないかなと思います。さすがにね結構火力も出てるので、さあ10コンボ乗って OK ですね。でここでしっかり次アマテラス使って、で遅延していくと。まあ、ここアマテラス使わなくてもねワンパンできるかもしれないんですけど、ちょっとねあの魔導バーストが、魔導バースト恐怖症なもんで、ここはちょっとねアマテラスの上の忍にね甘えて遅延していこうかなと思います。ここのね魔導バースト結構ねバカにならないので、結構ねどっちだどっちだどっちだってなるときは意外と死なないんですけど、あこれ死んだわってねなるときが、うわーこれ大丈夫でしたね、微妙に。この辺は大丈夫なんですけど、そう、ちょっとね、魔導バースト怖いので、ここは遅延、個人的には推奨ですね。絶対魔導バースト食らわねえぞっていうね、そういう自信がある人だったらいいと思うんですけど、まあ、俺はですね、なんか魔導バーストは食らう自信しかなかったんで、ここはね、結構、忍の武器とかで遅延させていくのがですね、まあ、日常というか、日常って言い方おかしいか、まあ、忍とか、まあ、あとはね、遅延をさしたり、あとは激減スキルを使ったりね、まあ、するのが結構ね、自然な流れではありますね、個人的には。なあどうしよう、ここ、これね水いないんですけど、
火が2個しかないので無効貫通分がねないんですよね。どうしようか。まあでも姫の輪は結構当たりだと思います、個人的にはね。そんなに、てか姫の輪ってね強い行動があったかな、全ロックとかしてきたような気もするんですけど、そんなに姫の輪強くないので姫の輪は当たりなんじゃないかなと思いますね。さあ次、結構火が大量に降ってきてほしいところではあります。結構ね意外と降ってきましたね。ということでアイアンマン使って無効貫通組んでいきましょうか。まあ暗闇目覚めちょっと嫌だな、暗闇目覚めちょっと嫌かもしれない。ただねちょっとね十字消し、暗闇の十字消しみたいなのあるじゃないですか、暗闇消す十字みたいな、あれをね積む枠もねちょっとなかったので、まあ今回は仕方がないかなと思います。76とかだったら、76で裏白行くとこ時とかだったらねあれ積んだ方がいいんですけど、まあ今回は56ということで、まだ妥協してしまいました。あーヒーリングシンドロームね、まあ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 、光じゃなくて火が見える、ちょっとあんまり良いパズルではなかったですね。まあ、ただ一応無効貫通組めたんで半分はいきますね。 OK です。でこれで次ラストかな。 OK です OK です。まあ暗闇降ってくるけど、まあここでね最後パンチして勝ちですね。本当にね花粉と気管支炎がやばくてですね、もうくっそ喋りにくいんで本当にね聞き取りづらいと思うんですけど、ちょ申し訳ないですねそれは。頑張ってねちょ直してくるんで、はいというわけで OK ですね、これで突破できたと思います。はい OK ですね。まあこんな感じでサクサククリアできましたね。やっぱ回復力問題以外はですねアイアンマン特に言うことがないぐらい強かったですね。うん、まああとはですねもう何度言うんですけど、まあ、泥強をね絶対 100% にした方がこのパーティー火力がもう全然違うので、まあ、いいかなと思いました。はい、というわけでねアイアンマンめちゃくちゃ強いんで、引けた人はね、まあ、2体引けた人も3体引けた人もね、まあ、1体でもね全然強いので、まあ、ボックスにちゃんと交換とかに出さないで残しておくのがいいんじゃないかなと思いました。バイチャアディオス。